まだ声ないかも。まだ声入ってないですか？そうそうですね。やっぱり入ってないですね、声。声今入りました。今入った。今入りました。声入りましたか？大丈夫そうですかね。はい、今 OK です。今 OK ですか？はい。じゃあ、本番の方開始していきますね。RTA in Japan をご覧の皆様、こんばんは。これから突然マッチョマンの放送を開始していきたいと思います。今回解説を担当させていただくワイズです。好きなマッチョマンは谷本道也先生です。はい、奏者のストーンです。好きなマッチョマンはシルベスター・スタローンです。実は今ですね、チャット欄の方でマッチョマンスタンプが流れてると思うんですが、私のチャンネルをフォローしていただけるとチャンネルポイントでそちらのスタンプが交換できるように設定してあります。 RTA in Japan のために用意したマッチョマンスタンプなので、気になった方はぜひそれを使って盛り上げてくれるようよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それにしても視聴者の数すごいですね。トレンド入りも次々としてますし、果たしてマッチョマンはトレンド入りできますかね。サスケに負けないように頑張ります。はい、私も頑張って解説していきたいと思います。皆さん、突然マッチョマンというゲームをご存知でしょうか。1988年にビッグ東海から発売されたゲームです。ビッグ東海というとゴルゴ13のようなヒットマンにマジカルキッズドロピーのようなロックマンを生み出した会社で、今回はマッチョマンです。おや、皆さんどうしました？タイトルからどんなゲームか不安だと思ってませんか？会社名を聞いただけで何か身構えていませんか？では、奏者の説明に入りますので、それを聞いて安心してください。奏者のストーンさんはスピードラン .com でつい最近自己ベストを更新し、19分20秒と世界一の記録を持っています。つまり、世界一のマッチョマンです。この記録動画を解説付きで投稿した際は、デンファミニコゲーマーで取り上げられ、Yahoo ニュースにも載りました。その記事は、現在突然マッチョマンの Wikipedia のページに引用されているほどです。まさに令和のマッチョマンです。次に、ルール説明ですが、カテゴリーはいわゆる Any% で、タイトル画面からスタートボタンを押してタイマーを開始。ラスボス撃破後にポーズを取ったらタイマーストップとなります。実は私たちは前回の RTA in Japan にも参加してるんです。メタルスラック X の RTA なので、よかったらご視聴してくださると嬉しいです。今回と同じようにストーンさんが奏者、私が解説を務めています。話を戻しまして、突然マッチョマンの大まかなストーリー、せっかくなのでストーンさんお願いします。はい、本作の物語は誰でもマッチョになれる薬、マッチョマックスペレの注文を受け、主人公ジャクソン君がセスナ機でトロッポアイランドを訪れます。しかしそのセスナ機が撃墜されて砂浜に不時着し、残された銃を手に奪われた薬を回収しながら脱出するという内容です。島に上陸するも、そこには世にも不思議な海生物が住んでいました。果たしてジャクソン君はこの不気味な島から脱出できるのでしょうか。そして海生物を操る本当の敵とは、ペレーの依頼主とは誰なのかを探りに行きます。はい、ありがとうございます。最後に見どころですが、このゲームはタイトル通り突然マッチョマンになれるゲームです。
マッチョ化すると点数に応じて HP が増えるのですが、マッチョ時はその点数を稼ぐことが難しくなります。なのでどこでマッチョ化するか、それともマッチョ化しないで点数を稼ぐか、駆け引きが見どころとなっています。それでは本番に移りましょう。ストーンさん、準備はいいですか？はい、どうぞ。それではカウントを入ります。5、4、3、2、1、スタート。 Welcome to this crazy island。 さあ始まりました。全体的なステージ構成としましては、一つのステージに前後二つのエリアがあり、一面は1-1が前半、1-2が後半エリアとなっています。つまり全6ステージなので12エリア構成となっています。各ステージの後半にはボスが待ち構えています。このエリアでは大体の動きをパターン化しておりまして、序盤のうちにいかに効率よく点数を稼ぐかが重要なポイントとなってきます。そのためこのエリアでは基本的にマッチョ化しないで進むことになります。しかし一撃で死亡する上に敵の攻撃が非常に素早いので、マッチョ化しないで進むのは一面とはいえ至難の業となっています。最後に、中ボスのライオンマンが待ち構えますが、生身のジャクソン君はどう立ち向かうのでしょうか。来ました。端に追い込まれてピンチと思いきやまさかのリングアウト。ジャクソン君、知恵を使った勝利です。後半エリアに来ました。最初のキノコの敵からマッチョマックスペレーを入手したので、これでいつでもマッチョ化できますが、点数を稼ぐために温存しておきます。キノコでパワーアップというとなんかマリオみたいですね。ペレーを複数取るとストックできます。で、この先難関の鳥地帯来ました。まるでバグのような凄ましい速さでジャクソン君めがけて体当たりしていきます。で、ここを抜けるとキノコから点数が稼げるかですね。十分ですね。王冠マークのアイテムは1万点入ります。で、マッチョ化すると5000点ごとに HP が1換算され、7万ポイントでマックス15になります。一撃死のこのゲームで14回被弾できるということ、スコア管理がいかに重要かが分かると思います。さあ、先ほどのライオンマンが見えたらマッチョ化するんですが、見えました。マッチョ化、ついにマッチョ化です。マッチョビームで蹴散らし、ついに一面ボスの登場です。一面ボス、ビッグヘッド。某野球球団のマークに似ていますが、一切関係ありません。アッパーで蹴散らしていきます。クリア。百獣の王ですらジャクソン君には叶いません。筋肉は裏切らない。二面です。最初の像から、早速ペレーを入手。ここでたくさん出てくる蚊は弾薬を落としやすいので弾を稼いでおきます。で、ここを抜けたら今度は敵が3000点を落としやすいので点数集めです。一応目安としてはだいたい8万点くらいいければ OK です。そして抜けたらマッチョ化。点数があるので体力も申し分ないですね。で、細かい動きなんですけれども、木の枝や切り株など段差があるところでは意図的に落ちるように進んでいます。これは落下速度の方が普通に進むよりも若干速いためです。通称コーナーブーストと呼ばれ、段差がある場所では積極的に狙っていきます。さあ、ここの乗り換え、難関です。おー、うまくいきました。マッチョ時に被弾した時は HP は減りますが、その時の無敵時間で問題なく突破することができます。先ほどの乗り換えで落下した場合は点数も全て失ってしまうので絶対に避けたいところでした。
無敵時間。はて、どこかで聞いたよ。今回、コラボグッズを販売している無敵時間さんは、パーカーにトレーナーに長袖 T シャツ、さらにマグカップにエコバッグにキーホルダーなど、様々なチャリティーグッズを販売しています。ちなみに私は今そのパーカーを着て解説しています。で、そろそろ中ボス戦ですが、ここもリングアウトできるので、レッドブルを一口飲んでいる間に終わります。いやー、無敵時間さんのマグカップで飲むレッドブルは格別ですね。2面後半エリアに来ました。敵がたくさん配置されているので、処理落ちしないよう順番にスムーズに倒していきます。このカエルみたいな敵は、日本版だとネズミで、海外版だとカエルになっています。一体どっちなんでしょうね。さて、ここで難所、ペレーをどう入手するかです。ここ敵の動きが非常に複雑なので、うまく入手できるか。うまくいきましたね。成功しました。唯一の味方キャラ、カメオに乗り。ジャクソン君、めっちゃ揺れてます。そういえば、この時期、寒くて体がガタガタ震えることはありませんか？あれは体温調節反応で筋肉を動かして熱を発生させようとしているのです。体内の熱のほとんどは筋肉から作られます。女性に冷え性が多いのは男性との筋肉量の差のためなんですね。で、寒かったらまずは動くこと。屈伸するだけでも、ジャンプするだけでも、腕を回すだけでも構いません。ジャクソン君も生き生き動いてアイテムを回収していっています。さあ、ここで、点数をもうちょっと稼いでいくことにしましたね。点数を稼げれば HP が増えるので、筋肉の負担を軽減する作戦です。で、ありったけの点数を集めたらマッチョか。マッチョ時の音楽、いいですよね。ジャクソン君の逆境に立ち向かう力強さと、孤独な哀愁をも感じさせるこの BGM。ファミコン屈指の名曲だと思います。癖になりますね。この BGM なしにマッチョマンは語れないと言っても過言ではないでしょう。さあ、2面ボス、ジュゴンが相手です。ポケモンではありません。このボスは目が弱点なので、ビームを当てれば一瞬で終わります。カービィの1面のボスでもありません。3面です。ここはジャンプして体当たりしてくる敵が多いので、どのように避けているのかに注目してみてください。で、このゲーム、3面をクリアすればコンティニューが可能になるという独特なシステムのため、このステージのクリアは非常に重要なポイントとなってきます。逆を言えばクリアしない限り最初からやり直しになります。非常に理不尽なシステムですが、仕様です。このワニは物理的に毒を吐いてくるので、近くで吐かれた場合は避けるのが非常に難しいです。この滝はヤドカリが上から来るので気をつけましょう。上から来るぞ。見事突破しましたね。さすがです。思わず息を呑んでしまいました。丸太に乗ったら、せっかくだから赤のピラニアでも倒しましょう。せっかくなので。暇があれば、アンケート結果に基づいてスクワットで準備運動。さて、準備運動が終わったらマッチョ化。そのまま突き進んで最後に出てくるワニを倒せばクリアです。ビームを打てば100フレーム後には倒せます。クリア！後半ステージに入りました。マッチョ化した時のアッパーとビームについてですが、アッパーは銃弾8発分、
ビームは銃弾16発分の攻撃力となっています。ビームはマッチョレスビームといって、 HP を消費する代わりにマッチョ時でも倒した敵からアイテムをドロップすることができます。私はジャクソン君のようにマッチョじゃないのでわかりませんが、どうでしょうかね。多分マッチョの人はビームくらい撃てますよね、ストーンさん。撃てます。おお、やはりさすが令和のマッチョマン。ここ足場の間隔が非常に狭いので細心の注意を払ってジャンプしていきます。ワニも相変わらず毒を吐いてくるので気をつけましょう。ゾンビ撃てるか。丸太に乗って少し進んだらいよいよボス戦です。ボス戦に備えて暇があれば準備運動としてスクワット。それにしてもジャクソン君、いい筋肉してますね。大胸筋に腹直筋に腓腹筋も素晴らしいですね。さあ、この先を進むといよいよボス戦です。三面ボスガバラ。最初は目しか見えませんが、攻撃を当てていくと姿を現します。ガバラないように慎重に行きましょう。さあ、姿を現しましたね。ここからが本番です。クリア。ガバだったのはその名の通りボスの方でしたね。筋肉はガバらない。4面に行くことができました。ここも1の1と同様にパターンを組んでいるので一安心と思いきや、敵を1体倒せるか倒せないかでパターンが変わってしまうので、一見簡単そうに見えて一番慎重にならなければいけないエリアです。1回でもパターンが崩れると点数に大幅なズレが生じてしまうので、ストーンさんはコントローラーを固定しながらプレイしています。さらに手の汗や油で滑らないよう手袋も装着しています。準備万全ですね。ではどうなれば成功パターンなのか、この先にご注目ください。この先の敵から1万点アイテムを2個ドロップできれば、おお、できましたね。素晴らしい。このために、今までタイミングをパターン化していたんです。あとはこの先を抜けてネズミを倒すだけでクリアです。なんかレミングスみたいですね。4面後半、ジャクソン君の旅も夜に突入しました。このエリアは敵の数は少なめですが、敵の配置や軌道、飛び道具を撃ってくるペースが速いなど、実は被弾ポイントが一番多いエリアなんです。さらに頼みの綱のペレーがボス直前でないと入手できません。さらにさらに、先ほど話したように4面まで行けばコンティニューができるんですけれども、実は4面でゲームオーバーになっても4面ではなく3面からコンティニューになります。非常に理不尽なシステムですが仕様です。ここ一番の難関、ここの飛び道具は非常に難しい。うまく突破できるか。おお、突破した。いいですね。おお、この先でペレーを取れるので、そしたらボス戦です。4面のボスはなんとスケルトン、つまり筋肉対骨の頂上決戦です。勝つのは果たしてどっちだ。クリア。筋肉も切らずに骨を断つ。勝つのは当然マッチョマンです。一夜明けてごめんです。完全にジュラシックパークな世界ですが、ジャクソン君動揺することなく進んでいきます。この突然マッチョマンはファミマガの裏技コーナーで一つだけ嘘技を仕込む有名な企画、水晶のドラゴンのシンシアの嘘技が有名ですね。その企画でマッチョマンが採用された際、読者正解率が 13% と当時の最低記録を出すという結果になりました。
その前の号は正解率が 71% だったんで、いかに低かったかがわかると思います。当時、検証する人が少なかったんですかね。ちなみに同時期に発売されたソフトは、スーパーマリオブラザーズ3やロックマン2があります。みんなマッチョマン買わなかったんですかね。ここら辺のアルマジロ注意です。別になんともない敵なんですけれども、ストーンさんはこのアルマジロに2回世界記録を阻止されたことがあるんです。なんともあるまじきことです。ちなみにストーンさんは分配器を使用していないので、配信ソフトの画面を見て今プレイしています。これどういうことかというと、ゲーム画面を配信ソフトに映し出すには約6フレームほどラグがあるんです。そんな状況で世界記録を出してしまうのだから驚きです。ここの恐竜ブルーはビームで1コロ。恐竜絶滅説に新たにマッチョマンが滅ぼした説が加わるかもしれません。ごめん、後半に来ました。ここは最初からペレを入手できるので、点数にも余裕があるのですぐマッチョ化しましょう。コツコツ貯めていた点数がここで活かされます。このステージは階段状の地形が多いためコーナーブーストできる場所が非常に多く、コーナーブーストの聖地と言われています。目に見えてコーナーブーストしているのがわかりますね。ちなみにファミコン必勝本で突然マッチョマンが取り上げられた際は、主人公の名前がジャクソン君ではなくジョーンズ君と誤植されており、マッチョマックスペレーもマッチョマックスベレーと誤植されており、7万点で HP マックスなのに6万点でマックスと誤植されていました。1ページで3箇所も誤植するというゲーメストも真っ青な攻略記事でした。書いた人は本当にプレイしたんですかね。で、ステージや敵を見てわかるとおり、ここのボスはもちろん恐竜です。大型の恐竜でラストステージ前の門番という最強のボスです。いくらマッチョ化してるとはいえ、人間のジャクソン君は大型恐竜にどう立ち向かうのでしょうか。さあ来ました、ごめんボスドゴン。いやー、難関でしたね。難関でしたね。6面です。ここは最初の敵からペレを入手できるので、マッチョ化してひたすら先を目指します。先ほどのドゴンですが、ドゴンは頭の角を攻撃しない限り倒すことができません。ではそれに気づけなかった当時の子供はどうしたのかというと、なんと説明書に角が弱点と書かれていました。そこ伏せとかなきゃダメなところ。さあここ注目です。通称かかとアッパー、後ろから来る車輪のついたハロを進みながら倒す技です。アッパーの判定がギリギリ後ろにもあるためなせる技です。ストーンさんが発見しました。でこの先のエイリアンもここでビーム、そうすると、同時に倒すと2人目のエイリアンから1万点が出ます。これもストーンさんが発見しました。最後の UFO 地帯もこうやって1万点を落とせるんですけど、これはすでに発見されていました。さあ次でいよいよラストです。ラストステージ。最初から、敵が次々とペレを落とすので、それを取ったら突然マッチョマン。点数も十分あります。今回のこの解説をする際、突然マッチョマンのソフトだけでなく、海外版ソフトにこのゲーム、攻略本がないので、説明書や攻略記事が載っている当時のファミマガやファミコン必勝本もすべて購入させていただきました。解説も最後まで気合を入れて突っ走ります。ちなみに海外版では、
アマゴンというタイトルで、マッチョになれる超能力を持つアマゴンくんが謎の島を調査する物語になっていました。ペレーを取ると超能力が解放されるという設定なのですが、なんでそんなものが謎の島に落ちているんでしょうね。で、HP 残りわずか。ここで HP がつきますが、ペレーが余っているのでご安心を。サイマッチョ、ついにラスボス。ジャクソン君にペレーを注文した依頼主が判明します。その正体とは一体。いよいよご対面です。あえよ。すいません。ポーズを取ったらここでタイマーストップ。このボスは周りをうろうろしていた飛行隊が実は本体だった。フラットウッズモンスターがモチーフで、日本では3メートル宇宙人として有名です。見事ラスボスを撃破したジャクソン君は、島の南端にあった船に乗って脱出に成功。この船は実は1の1で見ることができますので、よかったら動画で確認してみてください。それではエンディングに入ったので、感想と宣伝をストーンさんどうぞ。はい、奏者のストーンです。感想した感想なんですけど、多分ノーミスでクリアできたんで、うん、自分で測ったタイムも20分8秒で上々だったので、100点満点の走りだったかなと思います。ちょっとノーミスはワイズさん気づいてましたか？いや、練習で一回もなかったですよね。ノーミスだったんで良かったですね。はい、はい、それで、今後の活動についての宣伝なんですが、普段は RTA を中心に配信したり、ゆっくり動画を作って遊んでます。 Twitch、YouTube、ニコニコを使ってるので、フォローしていただけると嬉しいです。来年は6フレーム先の環境もちゃんと整えて、万全の体制で挑んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。実は夏の RTA in Japan でメタルスラッグ X で参加したんですが、走り終わった後の挨拶で突然マッチョマンの話題に少し触れてます。まさかそのゲームで冬も参加できるとは思わなかったので、今回はプレイできてとても楽しかったです。 RTA in Japan の運営様、スポンサーの無敵時間様、レッドブル様、見てくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。素敵時間をありがとうございました。あとは来年行われる AGDQ のデモリションマンというゲームの解説をジャパニーズリストリームでさせていただくことになってます。シルベスター・スタローンの主演映画が原作のゲームでして、海外奏者の方の配信でモデレーターをしているつながりで、今回解説にも挑戦してみることにしました。お時間ある方は、よければそちらの方も見ていただければ嬉しいです。ということで、自分からは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に私の方から宣伝を。最近はツイッターを始めて、毎日お昼の12時にいろいろなゲームのトリビアをツイートしています。毎週月曜日の夜7時には、今までプレイしたゲーム紹介をツイートしていますので、よかったら皆さん見に来てください。いいねとリツイート待ってます。最近ネタがなくなって焦ってますが、なんとか悟られないよう長く続けていきたいと思います。そして、RTA in Japan 運営様、協賛の無敵時間様、医療機関への多大な寄付に、医療従事者の一人として、この場を借りてお礼申し上げます。協力の、レッドブル様もありがとうございます。そして視聴者の皆様、ご視聴ご参加ありがとうございました。皆さんの中にも
何かできることはないかと思っている人もいるのではないでしょうか。しかし皆さん、この放送を見てるじゃないですか。私とっても楽しかったし、励まされました。なので皆さん、自分たちは医療従事者の心の支えになっているんだと誇りを持ってください。そして最後にストーンさん。はい。ストーンさんは次々といろいろなゲームの RTA にチャレンジしており、これから RTA 界隈を盛り上げてくれる存在になると。夏の大会に引き続き、再び私に解説を依頼してくださり、本当に感謝します。ありがとうございます。とても楽しかったです。これからも活躍の場をどんどん広げていってください。以上です。ありがとうございます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。ワイズさん、すみません。あ、自分から、はい、はい。自分からもう一つだけいいでしょうか。はい。実は今、サプライズ的なものを自分のツイッターに上げたので、おそらく運営の方が URL を貼ってくれるんじゃないかと思うんですが、よかったら、皆さん見てみてください。サプライズ的なものが載ってます。すいません、突然でしたが自分からは以上になります。あ、はい、わかりました。あと私も後で確認してみます。これで突然マッチョマンの放送を終了します。魚肉筋肉と続いて次は牛肉の RTA となっております。肉の日だけに美味しいネタが続くといったなかなか憎い演出となっていますので、皆さんこの後もご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。